ちょうど今バイクが向いてる方向に砂丘を出ると、なんか下がちょっとポコッとなってて、木で矢印みたく見える木が、矢印、わかります？矢印、はい、あそこで合流しましょう。でまた自分なりに砂丘を走ってみて面ください。それを何回かやってもらって、今度その後僕が前を走って、その砂丘の荒くないところを探していく走り方をちょっとおな教えかなかます。難しいですね。難しいでしょ？本当だ。さっきみたいにぐるんとか行ったらさ、はい。なんかすぐ自分の方向が分かんなくなりま方すよ向がわかんなくなね。りそうですよね。はい。だから今ここ行くときも、まあ矢印こっちですよね。で、あれをずっともちろん見ていく必要はないです。でも、今は見失ってもいいですけど、ラリーの時は見失ったらそれでミスコースですんで、視界の外とかたまに高いとこがあった時にパッピラッパッ、と。パッパッ、それも早め早めに短いタイミングで確認していかないと、しばらくしてから見ると、こう探さなきゃならなくなりますから。こうなるでしょ？リアタイヤはさっきみたくもう動きましたよね。じゃあそっからだったら力入んないじゃないですか。だからこっち側に立って、そしてこれを、ずり。ずり。そっちで、からね。こうするとバイクちょっと下向きになりますよね。で、ここから、こっち側に上がって、よいしょと。そしたら、上は上がれないですけど、下へは下がれます。ここの砂丘っていうのは、向こう側からこっちに風が吹いて出来上がった砂丘なんですよ。だから、このリップのこっち側斜面に柔らかい砂がわかりますあって、で、なおかつ急なんですよね。ですね。はい。でも、ルートによっては、これを逆さにこう行かなきゃならない時がありますんで、とりあえずこれまっすぐ今向こうに目指して行ってみましょう。で、これをまっすぐ入るのは結構難しいです。ですよね。相当スピード出さなきゃないし、フロント刺さりますから、なので、まあ、浅いとこ浅いとこ、例えばここの延長だとここは硬いです。ここを狙ってきてもいいですけど、それやると他のとこでも右左右左行かなきゃないので、できればこのまっすぐまっすぐで、まあ今ここで佐藤さんやってましたけど、斜めに入るやつですね、例の。斜めに入るとまっすぐ行くよりはブスッと刺さらないですから。で、斜めに行ってみましょうか。僕とりあえず今高いとこまで行きますから見ててください。結構ブスッと刺さりますよ刺ね。さります。で、どのぐらいの角度で入ればいいか僕の見たら分かると思うので。上手上手。そしたら、かっこいいなここ。そうですね。どっちの方向に出ようかな。じゃあ応用編で、次は尾根がずっと続いてますよね。じゃあ尾根のてっぺんに行きましょうか。どうぞ。どうぞどうぞ。多分ですね、ちなみにここの走り方のコツはおそらくはですよ、尾根のギリギリ右側を行くことなんです。ですよね。はい。して、まあ多分いけると思うんですよね。で、落っこってもできれば、2つ3つ回ってでも、尾根に上がって、立派スコア目指しましょう。どうぞ。
いい感じ。そうですね、風紋があったから硬く見えるけど、そんなに硬くはないってことですよね。うん、いい写真が撮れたな。